帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、優先座席付近では、混雑時には携帯電話の電源をお切りください。なお、優先座席は各車両、箱車側に設けております。お年寄りやお体の不自由な方に座席をお譲りください。皆様のご協力をお願いします。ありがとうございます。
夢咲川です。清別記念広畑病院前です。電車とホームの間が空いておりますので、お足元にご注意ください。車までしばらくお待ちください。
ご利用いただきましてありがとうございます。次は阿保市終点です。お忘れ物ないようご注意ください。Thank you.
Thank you.
へお越しのお客様は右側から、あくる神戸大阪方面へお越しのお客様は左側からお降りください。本日は山陽電車をご利用いただきましてありがとうございました。